飯田久恒から1956年10月15日は日本海軍軍人。最終階級は海軍中将。飯田久明の長男として生まれる。攻撃者を経て、1892年7月海軍兵学校卒業。将位候補生として、アタゴに乗り組み日清戦争に出征した。1894年9月に海軍将位任官。 砲術練習所を卒業し、鳥海分隊長、副総工会長、海軍教育本部第一部、第二艦隊参謀などを歴任。日露戦争では参謀として岩手乗組で出征した。その後、負傷、放送された松村菊優の補充として、三笠へ移り、さらに小倉博一郎の三笠着任に伴って軍令部に移動した谷口昌進の後任として、 何はえへ移りウルサン沖海戦に参加。そして小倉の負傷。抗争により再び、三笠に移り日本海海戦に参加。日本海海戦で戦勝を受けている。日露戦争のため退学した海軍大学校に復興し、1906年7月、同校を卒業。軍令部参謀、イギリス駐在、筑波副長、軍令部参謀兼、海外教官。 県参謀本部員、新高艦長、第三艦隊参謀長、笠木艦長、海外共闘、東、薩摩各艦長などを歴任。1917年12月、海軍少将に進級。さらに、イギリス大使館付部艦、第四戦隊司令官などを経て、1921年12月、海軍中将となった。以後、第三戦隊司令官。 魔皇洋行部司令官、召喚会議議員を務め、1924年2月、予備役に編入され、1934年10月に退役した。ありがとうございます。